おはようございます。昨日はですね、講師の友達の福地くんとですね、夜本当にヘベレケになるまで、飲みまして、楽しい夜を過ごすことができました。今日はですね、今から、サラベツの方に移動したいなと思います。それでは行ってまいります。朝からロビーで仕事ですか？あ、仕事中です。いやー、めちゃくちゃ打って変わって昨日とは天気がよろしいですね。いや、晴れてますね。これは完全にセブンいきます。セブンどうぞ。アイスカフェラテですか？あ、いいですね、アイスカフェラテも。またメガネ屋さんに僕たち行ってみたいと思います。で、買っちゃうんだよね。ごめんなさい、昨日完全にとてっぽ工房で仕事しちゃって忘れちゃったんですけど。いや、全然全然、メガネ買うっていう話なんで、よろしくお願いします。それではメガネ屋さんに向けて出発です。到着しました。メガネのアルフェッタさん、アルフェッタさんですね。アルフェッタでいいのかな。アルフェッタです。アルフェッタです。すごい、この今講師がつけてるクリップオンなんですけど、これだいたい1万5000円ぐらいするんですけど、ここを8000円でやってくれるということで、かなり安いです。熊本でね、1万5000円ぐらいで作りましたから。そうだから、だいたい7000円ぐらい乗っけてるっていうね、倍乗っけてるっていうやり口でございます。そういう勉強でした。そういう勉強でした。ここだからクリップオン作るならアルフェッタさん最高です。わお、気持ちいい、気持ちいいな、気持ちいい。いや、綺麗ですね。なんともないこの風景がすごく絵になるってね。ええええ、いただいて。聞いてる。話聞いて。臭臭いな、おい。景色いいけど臭いな、これ。ザ・北海道の道です、これ。もう先が見えない、ずっとまっすぐですよ、これ。気持ちいい、気持ちいい。大丈夫、気持ちいい、気持ちいい。大丈夫、なんか怒らない、大丈夫、気持ちよくて。大丈夫、まだ大丈夫です。今ですね、士幌町に向かっているんですけれども、もう道中が、どこもかしこも気持ちがいいです。すごく気持ちがいい道ばかりでございます。内帯高原牧場出てきましたよ。あ、通り過ぎちゃった。あ、通り過ぎちゃいましたね。気持ちよすぎたそういう気持ちよすぎるからね、こういうこともあるんですよ。すごい気持ちいいんだから。どうすんのこれ。 2.6 キロ先でも大丈夫。大丈夫大丈夫。じゃあちょっと行きます。あ、気持ちよかった。行っちゃった。行っちゃったね、本当に。行っちゃったね、これは。めちゃくちゃすごい景色だ、これ。牛がいたり、このうわ、牛がいたり、こんな起伏のある牧場で牛がいたり、あ、国立公園だ、大雪山国立公園。そりゃすげえわ。いや、これはいい景色ですわ。うわ、すごい、めちゃくちゃいい景色です、これ。ちょっとドローンですね。目的地のですね、内帯テラスにやってきたんですけれども、来て分かったんですけど、大雪山の国立公園でした。めちゃくちゃ景色がやばいっす。
今ですね、内体テラスというところでこれからランチをしようと思うんですけれども、目の前がですね、もうカウンターの前がこんな感じのめちゃくちゃいい景色です。いや、ドローンも飛ばしましたし、お別れしましょうか。素晴らしい景色と。さっきですね、志幌町上志幌か、上志幌のすごいね、綺麗な景色を講師と一緒に堪能したんですけどもね、今コテージに戻ってまいりまして、今日もですね、接待です。石岡さんです。ありがとうございます。チェケ鍋をみんなで作りました。チェケ鍋を文雄さんも、もう食ってるし、うみじい。いや、チェケ鍋です。チェケ鍋です。チェケ鍋も文雄さん食べてるし、早いな、もう本当にお腹空いてたんで、すいませんでした。で、今日はこんな感じで楽しくやっていきたいと思います。